マクシム・シャノは、フランス生まれのルクセンブルクのサッカー選手、ルクセンブルク代表、ポジションは DF、ナンシーに生まれ、AS ナンシー、スタッドランスの下部組織に在籍した。2006年にシェフィールド・ユナイテッド FC に加入するも、トップチームでの出場はならず、2008年10月4日に、マンスフィールド・タウン FC に、レンタル移籍。ウォキング FC 戦で、初出場を果たし、 この試合は0から1で敗戦したが彼はマムに選出された。マンスフィールドタウンでは5試合に出場し、シェフィールドユナイテッドに帰還したが、クラブが昇格に失敗したことによるコストカットもあり、2008から09シーズン終了をもって放出された。2009年半ばにはバーンズリー FC のトライアルに参加。プレシーズンの新前試合5試合に出場し、その競り合うスタイルで、 コーチ陣に好印象を与えたため、さらに2週間のトライアルに参加したが、結局は、経験不足のために契約を勝ち取ることができなかった。その後11月に、リーグアンのルマン FC に2年契約で加入。2010年には FC、グーニョンに1シーズンのレンタル移籍をした。2011年9月には、ベルギーのホワイトスターボリュベ FC に1年契約で加入し、 活躍によって1年の契約延長もつかみ取った。その活躍は一部のキロボルトコルトレイクからのオファーをつかみ、2013年に移籍。移籍後も校長は続き、同リーグの最優秀ディフェンダーに名を上がられることもしばしばであった。そして、クイーンズパークレンジャーズ FC や AC キエーボ、ベローナといったクラブからも調査を受けたが、パトリック・ビエラ率いるニューヨークシティ FC に移籍した。 2016年7月16日にニューヨークシティ FC への加入が発表され、同月30日のコロラドラピッツ戦で、ハーフタイムにジェフェルソン・メナとの交代で出場して、メジャーリーグサッカーデビューした。翌週のサンノゼ・アースクエイクス戦で活躍したため、加入直後であるにもかかわらず、チーム最優秀選手となった。中途加入であったが、同シーズンは、 プレーオフ2試合でもスターティングメンバーに名を連ね、リーグ8試合に出場した。2017年6月3日のフィラデルフィアユニオン戦で、メジャーリーグサッカー初得点を記録した。2013年6月7日のアゼルバイジャン代表戦で、初出場。2014年6月4日のスタディオマルカントニオ、ベンテゴデで行われたイタリア代表との親善試合で、初得点し、 1>, 1から1の引き分けをもたらした。11月13日の 2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選グループ A のオランダ代表戦では、ペナルティキックを決めたが、結局3から1で敗戦となった。代表での得点一覧。ありがとうございます。